はようございます。感動を生み出すいちご農家竹下博次です。今日は他人の人生を考える、これが最も自己成長を促進すると私は、普段から発しています。昨日もですね、もうキャパオーバーに近いんですけど、自分の中にないことを相談された時にどうするか、これすごく判断迷ってたんですね。以前は、今は進んで首突っ込みます。自分の中に手段がないからですね、知りません、他の人に聞いてくださいっていうのは簡単なんです。でもその内容じゃなくてですね、なぜその方が私に相談をされたかっていうのはすごく大事で、そこの気持ちを受け止めてないと、もう次から相談ないですね。その方との絆も深まらないし、私の成長もありません。だから自分の専門外であったとしても、自分の経験談の中になかった相談事であったとしても、それがどうやったら解決できるかなって首を突っ込みます。もちろんこれはその人との絆もありますし、その方が本当に良くなってほしいとも思いますし、でもう一つは自分の中になかった手段を手に入れる大チャンスでもあるんですね。で同じような相談をまた受けた時に、自分も答えることができるじゃないですか。もしくは最後まで答えるともですね、誰につなげばいいかが分かる。だから自分のキャパを超えた相談が来た時に、分からない、知らないじゃなくて、そう言ってしまった自分も過去にいます。だから今本当反省の位置に立って、自分のキャパを超えた専門外の相談であっても、それは受けてハブとなって誰かにつなぐっていう、その対応がですね、その方の私に相談をしてくださったっていう気持ちにも応えることができるし、私自身の成長にもつながります。まあ本当にそれを受けすぎてもパンクしちゃうんですけど、そこは限界が確かにあるんですけど、自分の限界に直面するたびにですね、どんどん限界値が、リミッターが上がっていきます。その繰り返しかなって。豊かな人生を送りたいです。だから豊かな人間関係、それは待っててもならないし、自分の成長、器が大きくなってこそできる。豊かな人生を送りたいんだったら、豊かな人間になる、豊かな人間になることが先。そのためにはいろんな問題解決に対して対応できる、その心の器の大きさ、相談される人間になり、その相談ごとに対して真摯に向き合う人間でありたいと心から願って、あ、今日これこのメッセージだなと思って今日お伝えしました。他人の人生に寄り添うことは、これはロスタイムでも何でもない、本当に自分にこれから先起きるまさかに対して、もしくは自分の大切な人にまさかが起きた時に対応できる能力を身につける大チャンスでもあるので、本当に相談してくださってありがとうですね。昨日も仲間の人生に寄り添えて幸せです。一緒に良くなっていくんだ、そこのイメージがついているので幸せです。ということで、他人の人生に寄り添う、以上でした。